朝急流のダラダラゲームチャンネル。はい、どうも、伊沢急流です。信用回りの続きをやっていきたいと思います。前回廃屋で柱に取り付いてる化け物と対峙しました。というわけで今回もゆいちゃんパードからやっていきたいと思います。というわけで今回どこでしょうね。おっと、なんか見覚えがあるな。ん？あ、なるほどね。お、あこっちのパートであの白いの出てくるの初めてですな。おっと、まさか。どういうことなんだろうな。ページがビリビリになってんだよね。どういうことなんだろうね。こっち行けないか。ここどこなんだろう。さてさて、今の場所のヒントだけで場所を考えなくちゃいけないわけなんだけど、さあどこだ。あ、ホタルの寿命ってなんだ。なんか嫌な予感がするからこれ持っていこうかね。
か、まさかあの子供の絵日記がお守りになるとは。さーて、さてさて、林にゆいちゃん探しに行こう的な。林どこよ、林。普通に考えるとこっちなんだけど、あれか。ってことはこう北に行って橋渡ってまっすぐって感じかな。大丈夫しかない。やべえな、あの女子高生みたいな格好のやつ襲ってくんじゃねえ。ずっといるんだよな。できるようにはなってきたね。そしてこのぐらいなら驚かなくはなってきたよね。ちょっとハッとするけど、あれ消えないタイプか。橋だね。中間。大丈夫かこれ。おえー、え、ここって
てもしかして、あ、気のせいか。かい。不法投棄禁止、まあよくある感じだね。めんどくさいな。あー、そこまで行けばいいのか。てか、こっちなのかな。上の道行ってみるか。
なるほど。またそこだ。電気つけちゃダメパターンか。なんか変なの見つけたぞ今。あ、これがホタルか。なるほどね、そう使うのか。こんな感じかな。あ、間違えた。っていうか、ホタル無駄遣いしちゃったよ。うん？合体ロボットの箱っすか。左はいけないね。何かの部品だ。うわ、こんな足立ってる。すごい。うわ、マジか。すげえ汚い今。隠れ、車の中を殴られるんだ。くんないかな。どうしようもないよ、3体はこんな狭いところで。いけた。タイヤは危ないね、ほんと。パズルのピース。あ、こっちか。ちょっとお地蔵さんで中間してくるか。またあそこをぐるっと行くとなんか結構大変だからね。いいっす。これまた来んじゃね？おっと、危ね。ナンバープレート。てか、ここにあったね、お地蔵さん。間違えた。
ないよな。開かないよね。取ろうか。あれ、開いた。まあ、びっくりするよね。ロボットの右腕。お前か。ダッシュができなかった。もしかしてこれ全部集めるのかな。やばいな。人形の手にしてくれよかったかな。取ってないよね、さっきの。ああ、使ってだけだよね。あっちゃっす。わっと、意外と距離来やがった。よっ。ああ、くっそ。多分か、あとちょっとだったんだよな、俺。完全に今アウトだったわ。高いな。
ああ、合体ロボがまたバラバラになっちゃった。勇気のエンブレム。あ、でも先進めるようになってよかった。トロフィー。セーブしたかった。寒い。あんまり移動できないんだな。やべえ、怖い。うわ、寒いよ。助けて、追っかけてくる。うわうわ、いや、水たまりじゃねえだろ、それ血だまりでしょ。やべえ、怖え。マジか、襲ってくんのか。うわ、マジか。そういう感じか。うわ、しかもあれか、血だまりのところ歩くと、血だまり歩くと遅くなるのか。やべえな。Thank you.
よ。怖すぎるだろ。文字は追ってくるの。そうだね。行かないでって言われてもな。彼女とどうしようもねえよな。あ、そっか、これ渡すのか。成仏できたと思いたいけど、今ので。さあ、ゆいちゃん探すのにとびっくりしたわ。どこ行ったんだろうね、本当に。ちょっと心が折れかけてる。ゆいちゃんのこと。おっと、これはどうしたらいいんだろうね。でも、せっかく会えたのにね。
ぱりそうか。幽霊じゃ見えないもんな。ではじゃあこれで切りがいいのでここで終わりたいと思います。ではまあ次回をよろしくお願いします。では。